ファイエット軍はアメリカ合衆国ケンタッキー州の中央部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は295,803人であり、2000年の26万512人から13.5%増加した。ファイエット軍の領域、人口、政府はすべて軍庁所在地となっている、歴ントン市に一致している統合市軍である。ファイエット軍は レキシントン・ファイエット軍大都市圏に属している。ファイエット軍は1780年のバージニア州法によって設立されたケンタッキー軍の中から創設された初めの3軍の一つだった。他にはジェファーソン軍とリンカーン軍が作られた。これら3軍は1792年にケンタッキーが州に昇格するときにバージニア州から分離した。当時のファイエット軍の領域には 現在の37軍と他に7軍の一部が含まれていた。1799年に現在の領域まで小さくなった。軍名はアメリカ独立戦争の時にアメリカに渡りイギリスに反抗した植民地側に加わったラファイエット公爵にちなんで名付けられた。1974年1月1日、ファイエット軍政府は軍庁所在地である。 レキシントン市の政府と合併し、レキシントンファイエット都市化軍政府が統治する統合市軍となった。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は285.52平方マイルであり、このうち陸地284.52平方マイル、水域は1.00平方マイルで、水域率は0.35%である。 プラタナスのキーカは2000年の国勢調査による人口統計データである。朝が特産品である郡内の公共教育は、ファイエット軍公共教育学区が管轄している。ありがとうございます。